2キロメートルインディビジュアルパーシュート、女子のインディビジュアルパーシュート、続いては1位2位決定戦です。予選タイム1番時計2番時計の選手がスタンバイいたします。ホーム京都府北桑田石田結衣、バック埼玉筑波大阪の増田珠です。さあスタートしました。石田結衣、増田珠、ホームバックからスタートです。予選一番時計はホームからスタートの石田結衣、その時の時計は2分35秒130。対しますバックからスタート増田珠が予選タイムは2位、2分39秒788でした。現在ブロック大会の時計のランキングトップなのはホームからスタートの石田結衣です。さあ1周入ってくるところは増田珠のスプリットが若干速い。 1-2 決定戦、先着した方が 2km インディビジュアルパーシュートを制します。さあほぼ時計変わらずというところですがコンマ5秒差、序盤は増田珠がリードから入ります。インターハイ4位の増田珠、選抜大会この種目2位の石田結衣です。さあその差なくなってきた、52秒6と7。さあここでもう石田結衣が返す形になってリードは変わって石田結衣1分5秒0と4コンマ4秒返してきました。この後が1キロのスプリット1分17秒5、1分18秒7で増田珠。さあ1分17秒5は昨日の予選よりも速いペースだ。さあこのペースをキープしていくことができるか、あるいはさらに上げてくるか。残り2周回1分43秒で回っている、その差は2秒ほどついてきた。さあ現在リードは石田結衣、まもなくスタートから2分。残り1周に入る、2分9秒2で入ってきた、2分9秒2、昨日の予選タイムとほぼ同じペース。さあ現在リードは3秒ほどリードになっているか石田結衣、先着すれば 2km インディビジュアルパーシュートを制します。さあ間もなくフィニッシュに向かってくるところ、2分30秒時計は今回っている、フィニッシュに向かっていきます。さあ時計はどうだ、間もなくフィニッシュ、2分35秒400、2分35秒400でフィニッシュ。増田珠2分41秒165、いえ2分41秒165でフィニッシュ。予選タイムとほぼ変わらないペースを刻んでまいりました石田結衣、2分35秒400で先着となりまして 2km インディビジュアルパーシュートを制しました。